ライト R-1820 サイクロン9。ライト R-1820 サイクロン9はアメリカのカーチスライトによって開発、製造された航空機用空冷衛型エンジン。1925年に製作されたライト P-2 をベースモデルとして1931年から1950年代まで長期にわたり生産が続けられ、 アメリカの航空機に広く用いられた。この単列級気筒エンジンを20星型14、気筒化したらイト r 2 6 0 0サイクロン14、や、20星型18気筒化したらイト r 3 3 5 0サイクロン18がある。また、ソビエト連邦に、ライセンス供用され、種別を増えむ -25 として製造された。ソ連では改良版のアシュマイナス62や、 同様に20星型14気筒カバンのアシュマイナス82、20星型18気筒カバンのアシュマイナス73、さらにライトでは設計されなかった単列7気筒カバンのアシュマイナス21が製造されるなどソ連のエンジン開発の土台にもなった。結果として R-1820 の設計は航空機が著しい発展を遂げた戦艦機から第二次世界大戦。 そして、冷戦初期にかけて航空用エンジンの礎として大きく関わることとなった。日本では中島飛行機が母地を開発する際に本発動機を参考にした。しかし、これを知った陸軍が無断で他国のエンジンを参考にすることによる問題発生への不安視から中島に対しサイクロンのライセンス生産権購入を命じている。後に、 陸軍の懸念は的中し、神風号に搭載されているエンジンについて知った、ライトは、ライセンス購入前に勝手に模倣品を作ろうと、したという理由で、工場から中島の技術者を追い出すという事件が発生している。ただしこれは、中島側が、両エンジンの違いについて説明して、どうにか解決に成功している。ありがとうございます。